本日のメインイベント NTW にてシングル選手権並びにスリーダーメン世界シングル2冠選手権試合を行います。カオコナリーチャレンジャーシャーク・シルク・シルミューバーです。
5分経過。
주변 No, 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 no.
10分10分経過、経過。試合に30分一本勝負を行います。青コーナー G-MAX 134番の沖野さゆり、赤コーナー130番の佐藤めぐみ、ぜひ飛びよ。
10分10分経過10分経過10分経過。
試合30分一本勝負を行います。赤コーナー128番のキャロル・ミドリー、赤コーナー GMAX242番のイーグル・セラヒン、試合時間10分経過。
平野泰世選手にはボクシング界から数有沢選手、そして東高根ガーデン様、山根様より花束が贈呈されます。長島美智子選手の入場です。キューナ様、コダマ様、ほか親戚一の様より激励の花束が贈呈されます。長島美智子引退試合ノールールマッチ45分一本勝負を行います。赤コーナー143パンドの紅いらっしゃい。青コーナー GMAX 136パンド長島お気をつけください。
お気をつけください。Yeah!
時間10分経過。
前半15分経過、15分経過。まず GMAX 沖野さゆり選手より花束贈呈でございます。続きましてシャーク土屋選手、
そして半田美希様がいらっしゃっております。長島美智子、昭和45年9月26日生まれ、群馬県渋川市の出身、27歳。平成元年3月全日本女子プロレス入団。そして同年12月栃木県真岡大会にて念願のデビューを果たしております。しかし平成3年4月全日本女子プロレスを退団。翌平成4年6月 LLPW 旗揚げを機にプロレス復帰を決意。平成5年11月紅野社に弟子入りを志願。平成7年8月草加大会にて敗者が特攻服を脱ぐというルールのもと、何でもありの完全決着戦が刊行され、 LLPW マット史上に残る凄惨な流血戦を展開。紅野を裏切り、当時同時にヒールとして自分の意思を貫こうとする半田美希に共鳴し、造反コンビを結成。 LLPW マットを大混乱させ、究極の裏切り女として反逆の申しを上げる。翌平成8年1月後楽園大会にて、現在も女子プロレス界を揺るがす脅威の的、史上最大のヒール軍団の前身である平成グレン隊をイーグル沢井、ジェンヌゆかりらとともに突如結成。悪の軍団組織はこの瞬間から次々と融合し、ついには LLPW 旗揚げ5周年記念大会にて、イーグル、長島、シャーク、土屋のトリオで決起軍から LLPW 認定6人タッグ王座を奪取。しかし今年に入り持病でもある腰痛が悪化し、4月引退を表明。本日平成10年6月21日をもってレスラー生活にピリオドを打ちます。それでは長島美智子選手より最後のご挨拶です。今まで応援してきてくれたみんながいたからこそここまで来ることができました。最後までGMAX の一員として辞めれることを誇りに思っています。また GMAX が女子プロ界を今後も揺るがしていくことを、女子プロを揺るがすことを揺るがすことが間違いないと思っています。どうもありがとうございました。それでは長島美智子選手を送りますペンタントゴングはイーグル沢井選手が行います。
本日のメインイベント、遠藤瑞希壮行試合タッグマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー154パンド遠藤瑞希、同じく147パンド赤コーナー165パンの縦野のりほ、同じく NLPW 認定シングル選手権並びに 3WA 世界シングル選手権者165パンのカンドリーシノブ、お気をつけください。
審判10分経過、10分経過。試合という時間を作っていただいて本当に感謝しています。自分は泣き虫と言われてるんで、今日は泣かないつもりで来ました。はい、自分で選んだ道なんで本当に後悔残らないように精一杯やってみたいと思います。本当にありがとうございました。ずっと L1 大会第1回が開催されましてから2回目という声の数多い中、なかなかできなかったんですが、いよいよ今年、平成10年10月10日土曜日、両国技館という舞台で L1 を開催することが決定いたしました。ここでは、前回決勝で負けてます、神戸由伸がグンダレッコにリベンジをかけて、メインで戦うことが決定いたしております。前回はトーナメント戦でしたんですが、今回はトーナメント戦ではない形で1試合1個別で全7試合ぐらいを設定しております。引き続きまして、神取忍より今大会の意気込みと申し上げます。正直、嬉しいです。何度もこのグンダレンコ戦に行くと、自分の事故があったりとか、向こうが世界選手権があったりとか、なかなかタイミングが合わなくて、もうダメかなっていうのがあった中で、こう実現できたっていうのはすごくやっぱり物事を諦めちゃいけないなと、必ず夢は叶えなきゃいけないなということが証明できたのと同時に、やっぱりそのリベンジは果たしてこの果たさなきゃいけないっていうのが今の実感で、
なんでこんなに軍団連合にこだわるんだって言えば、いろいろと聞かれるんですけど、自分の中でこの格闘技生活中に何人になってる中で、初めてギブアップを取られた選手っていうのがまああるんですけれども、そういった中でもこういった舞台でできてすごく嬉しいなと、というのと同時に舞台をまたみんなで見ていきたいなと思います。みんなに送りたかった。とても満足。